はい、どうも、リサバシと、ミクです。はい、さ、本日紹介するのはもう目の前にありますね。レーシングミクちゃんの、グッズです。2019年もね、もう終わりですよね。あと5日ぐらいかな。あと5日、4日ぐらいかな。うん。で、終わりなんですけども、2019年のミクちゃん、今年は、アイドルマスターだったかな？に、の、デザイン担当の方ですよね。アイドルマスターのキャラを描いてる方が、レイミクちゃんを描いていただいたということで、非常に可愛らしいミクちゃんでしたよね。個人的には結構好きです。うん、アイドルマスターのキャラが好きだっていう気持ち、方の気持ちがね、ようやく理解できたような感じがします。はい。はい。まあ、そのミクちゃんなんですけども、まあ、今年のレイミクちゃん非常に可愛らしくて、最後ですね、12月の、20日までだったかな、に、レーシングミクちゃんのグッズがね、展開されてました。はい。なんで、ちょっと自分がね気になったものをね、買ってきましたんで、本日こちらの方レビューしてみたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、わしあとミクチャンネル。はい、それではですね、早速ね見ていきたいんですけども、今回買ってきたグッズなんですが、めちゃめちゃいっぱい買ってきました。はい、確かこれが全部で3万円とかだったかな、確かそんぐらいだったと思うんですけど、を買ってきました。はい、めちゃめちゃ種類ありまして、店内のグッズね、めちゃめちゃいっぱいありまして、いくつか欲しいなっていうものでね、適当にピックアップしてったら、3万円ぐらいいっちゃったっていう感じですね。うん、恐ろしいものですよ、本当に。はい、では早速見ていきたいなと思います。まずはそうですね、簡単にレビューできるものからちょっと紹介していこうかなと思います。まずは缶バッジと、それから、マウスパッドを見ていきたいなと思います。はい、まずはですね、缶バッジ買ってきました。こちらですね。はい、こちらが確か1個500円ぐらい、なんですけども、まあいつも通りの普通の缶バッジです。はい、初音ミクレーシング2019ビッグ缶バッジですね。まあそれでも大きい方ですね。10センチぐらいあります。結構大きめ。はい、まあ、これはそうですね、帽子とかにやってあげるのがいいのかなって感じがしますね。うん、で、大会で、大会というかな、そのレーシング場でちょっとつけていくのがいいのかなと思います。はい、で続いてマウスパッドですね。今回マウスパッドいろんな種類売ってたんですけども、今回グッズで買わなかったものだけちょっとね、イラストの紹介という意味も兼ねてちょっと紹介を持って買ってきました。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずは横面ですね。はい、横面こんな感じ、ファイト GSR ですね。この祈ってる姿がいいですよね。はい、で、もう一つがこんな感じ、サマーのやつですね。ファイト GSR ですね。やっぱりレイミクちゃん2019はなんかちょっと違った可愛さがありますよね。はい、次元違う可愛さを感じる。はい、で、もう一つが、はい、こちらですね。ちょっと桜ミクちゃんみたいな感じになってて、ハロウィンイメージした感じのデザインになってますね。可愛らしくていいんじゃないかと思います。そして、個人的に結構気に入ってるのがこちらですね。よいしょ。はい、ファイト GSR というような感じに書いてあって、チアガールみたいな感じになってるんです。すごい可愛らしいですよね、このミクちゃんね。はい、ちょっと胸元も開いてるような、ちょっとセクシーなイラストになってますよね。個人的にこれがすごい好きです。デザイン的には。はい。よし。はい、じゃ続いて見ていきましょう。あとステッカー買ってきました。はい、こちらは車に貼り付けるようなステッカーです。はい、これを、スペア用も踏まえて、ちょっとね、2枚ぐらい、3枚か、3枚買ってきました。はい、これも可愛らしくていいですよね。普通のミクちゃんですよね。まあこんな感じにくり抜いたような感じのステッカーもあったんですけども、ああいうステッカーで大体髪の毛の端っこの方から取れてくるんで、はい、なんで比較的取りにくい、こういった四角のものですよね。分かってきました。はい、よいしょ。であとこれが初音ミクの、なんて言ったっけこれ、ネンドロイドプラスカーサインですね。はい、車のフロントガラスとかにこう貼り付けるやつですね。うん、を買ってきました。前から見るとこんな感じ。ファイト GSR で ST のミクちゃんがいます。ネンドロのミクちゃんですね。本当に可愛らしい、この子。はい。もう一種類あったんですけども、ビシッとまっすぐ指さして、ちょっと強い、凛々しい感じのミクちゃんだったんですけども、まあ、そっちのミクちゃんやら、今回こっちのミクちゃんの方が2019のミクちゃんらしいなと思って、こちら買ってきました。はい。これは後で車に貼り付けようと思います。今回クリアファイルも置いてあったんですが、クリアファイルの方は今回持ってるものが多かったんで、今回クリアファイルは買ってきてません。はい、じゃあ続いてアクリルスタンドを見ていきましょうか。今回アクリルスタンド3つ買ってきました。はい、じゃあ全部開けてね、組み立ててみようかと思います。
はい、でですね、開けましたので見ていきたいなと思います。まずは一つ目、はい、こちら通常のレーミクチャ2019です。イラストレーターはやっぱり杏仁豆腐さんですね。はい、そう、杏仁豆腐さんっていう方です。今回レーミクチャ担当したね。はい、ただ他のイラストと比べてみると少し雰囲気が違うような感じがしますよね。うん、ただ大きさがすごい大きいんですよ、この子はい、すごい大きくて好きです。で、台座がこんな感じのものになってます。初ミク GT プロジェクトスーパーソニコ×レーシングミク2019です。はい、ということで、ソニコちゃんのやつも今回買ってきてます。はい、アクリルスタンドのみでした。うん、まあ、他にもあったんですけども、まあ、一番、グッズっぽいグッズって言えばやっぱアクスタかなと思いましてはい、アクリルスタンド買ってきました。ソニコちゃんのこのデザインも今回は杏仁豆腐さんが担当してます。はい、いやー、やっぱね、でかいよね、はい、ですごい可愛らしくていいなと思います。で、この2人を、台座に刺してあげれば完成ですね。はい、これで完成ですね。すごい可愛らしくていいんじゃないかなと思います。はい、ソニコちゃんもやっぱいいですよね。毎年あのレーミクちゃんの衣装着て登場してますからね。うん、なんか定番になってきたみたいで個人的にはちょっと嬉しいです。はい、では続いてもう一つですね。この二人の他にもう一人ミクちゃんが、今回アクリルスタンドで出てます。はい、こちらですね。タイバージョンのミクちゃんですね。ちょっとセーラー服っぽいデザインなんですけども、まあ、髪の毛はレイミクちゃん2019という感じになってます。パラソル持ってますね。うん、これも可愛らしくて素敵だなと思って買ってきました。はい、でこの子に関しましては台座がこんな感じでレイシミク2019という感じに書いてあって、 GT プロジェクトタイバージョンという感じに書いてありますね。はい、でこれも台座に挿してあげれば完成です。じゃーん、はい、完璧ですねすごい可愛らしくていいんじゃないかなと思います。やっぱアクリルスタンドはね、大きければ大きいほど見栄えがいいっていう感じがしますね。うん、はい、では続いて見ていきましょう。アクリルスタンド紹介しました。そうですね、じゃあ続いてこれ見てみましょうか。レーシングミク、初音ミク GT プロジェクトの LED プラス IC カードです。はい、以前桜ミクちゃんだったかな、違うわ、あれだ、千葉のモノレールのやつですね。あれでレビューしましたね。はい、あれと同じものがレーシングミクちゃんのやつであったので買ってみました。はい、かざすと光るってやつですね。ちょっとこれ開けてみようかと思います。はい、開けてみました。中にはこんな感じのカードになってます。はい、ファイト CSR で2019と2013ちゃんがいます。はい、こんな感じですね。画面が動いちゃって、はい、で、そう、この2013ちゃんと2019ですね、レイミクちゃん、2人とも僕好きなんですよ。デザイン的には結構好きな2人です。はい、で、まあ、この2人、なんで並んでるんだろうね。うん、まあ、理由はよくわかんないんですけども、はい。で、くるっと裏返しで見てみると、まあ、なんにもないんですが、ここに光るところが入ってますね。これをかざすと光ります。はい、でまあ、使い方といたしましては、まあ、こういったね、カードパスですよね、に、入れて使うっていう感じになりますね。で、この時に一緒に、IC カードですよね、例えば定期とか、スイカとか、パスモとか、この辺ですよね、を入れてあげると、よりいいんじゃないかなと思います。よりいいというか、そっちの方が使い方正しいんですけどね。はい、こんな感じになります。可愛らしいですよね。で、これ一応シールにもなってるんですね。なんでこれに一緒に定期とかに貼り付けることはできます。で、改札通れる時にこうピッというふうな感じですね。ただ、シールは貼った状態では定期とかの更新はできませんのでグリーン車とかに乗る時ですよねには一応これ置くだけでいいので、一応そのままでも一応できるんですけども、定期の書き換えとかに関しましては直接機械の中に入れるのでちょっとそれはできないみたいです。まあさすがにね、はいっていう感じのものです。はい。うん。でもこれはね、実用性が高くて好きです。個人的にはね。はい。じゃあ、次のグッズ見ていきましょう。次は、そうですね。これ見ていきましょうか。レーシングミク2019ワイドミラーです。はい。じゃじゃーん。はい、開けてみました。中にはこんな感じに入ってます。初音ミクのロゴが入ってて、で、上の部分にレーシングミクというような感じのロゴも入ってますね。はい。で、ちょっと見にくいと思うんですけども、はい、ミクちゃんもちゃんといらっしゃいます。はい。これなんですけども、車の、ミラーですね、になります。車の、
何でしたっけ、上の部分のミラーにあるんですが、あれにつける感じになります。ここの部分が稼働するので、ここですね、ここが稼働しますので、そのミラーに挟んで使用するっていう感じのものになります。はい、今までの同機種のものがいろいろ出てまして、僕エヴァのやつ使ってたんですけども、まあレーミクちゃんでもいいのかなと思って買ってきました。はい、まあ、気分で変えようかと思いますこれが欲しかったんですよ自分。このねミクちゃんが入ってるのいいよね。はい、ちなみにエヴァのやつはあのミクちゃんのここの場所ですね、ここの部分にエヴァンゲリオン初号機がいるような感じのデザインになってます。はいよいしょ、これが確か3000円ぐらいだったんだよね。はい、続いて見ていきましょう。はい、こちらですね、レーシングミク2019アクリルクロックです。こちらの方開けてみましょう。はい、開けてみました。中にはこんな感じに入ってます。はい、すごい可愛らしいですよねはい、でアクリルクロックというだけあって、中に時計が内蔵されているような形になってます。横から見るとこんな感じです。うん、からくりはすごい簡単なものですね。うん、で、アクリル板に時計が装着されてて、で上の部分ですよね、時計を保護するような感じで、さらにアクリル板があるという感じになってます。うん、で、裏面見てみるとこんな感じ。からくりとしては非常にシンプルですよねはい、まあ、ここにカラーの時計のものがついてますよっていう感じですね。うん、まあ、ただ、時計としてはまあ結構大きめな部類には入ると思いますので、うん、まあ、比較的見やすいんじゃないかなと思います。まあ、最近はあのデジタル系のやつが結構流行っちゃってますからね、こういったあの針で刺すような時計っていうのはちょっと珍しくなってますけども、うん、でここがちょっと憎いところですね。3と9だけちゃんとあるんですよね。3、9って感じでミクっていう感じになってますね凝ってるなと思います。はい、これデザインもいいなと思いましたので買ってきましたが、まあ、ちょっと使ってみて、まあ、どんな感じかなというのはちょっと後で試してみようかなと思います。電池買ってこないとなはい、で裏にあのやっぱりプリントしてる系になりますので、裏はやっぱり傷つけるとアウト系なんで、ちょっと扱いは大切にした方がいいのかなっていう感じがしますね。はい、では続いて、ステージクリーナーの方をちょっと見ていこうかなと思ったんですが、これはあの卓上専用ロボットクリーナー、つまり床を最近こう流行ってるやつですね。こうゴロ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 って掃除するやつですよね。あれのすごいちっちゃい版です。はい、でレーシングミク2019バージョンのステージクリーナーをちょっと買ってきました。こちらはちょっと別にねレビューしようかなと思います。はい、じゃああとはそうですね、タペストリーかな、タペストリー2本買ってきましたんで、ここにあるんですけども、はい、こうですね、ここにあるんですが、こちら2本買ってきましたので、こちらの方ちょっと別の部屋で展開して、見ていこうかなと思います。じゃじゃん、はい、まずはタペストリー1枚広げてみました。横タイプのやつですね、買ってきました。このレーミクちゃん、先ほどアクリルパネルで、あ、ごめんなさい、アクリル時計で見たやつですね。うん、やっぱりこれはねいいですよね。すごい可愛らしくて好きです。はい。すごいなんか愛らしいデザインっていうような感じですよね。可愛いな。もう可愛いに全振りしたミクちゃんという感じですよね。いや、素敵だなと思います。はい。じゃあもう一枚見ていきましょう。じゃじゃん。はい、そしてこちらがもう一つのタペストリーですね。縦長のやつ買ってきましたが、このレイミクちゃんも可愛らしいですよね。本当に可愛くて好きです、この子。はい。このデザインは、他のグッズでもあったんですけどね、マウスとかでも、マウスパッドでもあったんですけども、まあ、タペストリー買うからいいやと思って、今回、マウスパッドの方買ってきてないんですが、やっぱタペストリーでこういうのでっかいイラスト見たいですよね。いや、タペストリーはやっぱ素敵です。うん。もうタペストリーうちに何本もあるんで、最近買うの比較的控えてはいるんですが、でもやっぱこういう可愛らしいのは買っちゃいますよね。歴代のレイミクちゃんのタペストリーも欲しいところです。うん。はい、という感じでした。では、そうですね、とりあえずグッズはこれで全部見たんですけども、あと特典でもらってきたものがありますので、購入するごとにもらえるですね、1枚1000円だったかな、うん、1000円ごとにもらえるやつがあったんですけども、それの方を紹介して終わりにしたいなと思います。はい、というわけで、これでグッズすべて紹介したんですけども、あともう一つだけ、お付き合いください。はい、こちらが、あそこにいたらもらえたものです、はい、あそこのショップでうろちょろしてたら、これどうぞっていうことで、もらいました。2019シーズンの応援ありがとうございましたという感じのステッカーになります。はい、いやー、よかったですね。今年のレイミクちゃんめちゃめちゃ可愛くて、個人的には結構好きでした。はい、でこちらが、1000円ごとにもらえるポストカードになります。はい、はい、こんな感じですね。
で先ほどマウスパッドで見せたデザインのやつを、まあ、結構もらってきた感じですね。めちゃめちゃもらいまして、1枚1000円だったんですが、今回買ったのが総額で3万ぐらいだったんで30何枚もらったんですよね。はい、っていう感じです。はい、こんな感じのデザインになってますね。これもタペストリーで見ましたね。これも結構いい数もらったな。はい、で、もう一つのデザイン、こちらが、桜ミクちゃんの感じのデザインになってますね。これも可愛らしくていいよね。和の衣装って感じですね。はい、これも5枚ぐらいもらってますね。多いな。はい、で、タイバージョンのミクちゃんですね。これも可愛いよね。うん、本当素敵なデザインだなと思います。はい、で、これも6枚ぐらいかな。6枚ぐらい持ってますね。これ多いな。はい、で最後がこれですね。うん、こちらのデザインも可愛らしくていいんじゃないかと思います。なんかちょっとこれの方がアイドルっぽいって感じがしますよね。はい、で、実はこのポストカードをもらうときに、30何枚もらったんですけども、はい、その中に当たりと書かれたものがあったら、渡してくださいってスタッフの方に言われたんですね。うん、で、この中に1枚だけ入ってたんです、当たりが。それは実物はもうもらってきてないんですけど、引き換えだったんで、はい、写真だとこんな感じ。うん、っていうのをもらってきたんですね。で、それが当たると何がもらえるのかっていうんですけども、はい、こちらですね。じゃーん、でっかいのもらいましたよ。はい、これ缶バッジかなと思ったんですね。まあ缶バッジですね。でっかい缶バッジスタンドって感じかな。うん、のものです。これを展開すれば缶バッジのスタンドになるって感じですね。いや、これはね、嬉しいよね。はい、めちゃめちゃでかいもんね。20センチはないんですけど、15-16センチぐらいありそうだね。うん、って感じのものをもらってきました。これ無事に当たったのは良かったなと思います。絶対的な非売品だからね。はい、って感じでした。うん、これもらったのが最後の最後で嬉しかったです。うん、最終日に行ってよかったなと思います。20日に買いに行ったんですよね、20日の最後の時に。うん、で、その前にも1回行ってたんですけども、その時はまあ、とりあえず下見ということでちょっと見てたんですが、先ほど紹介したミラーですとかっていうのもなかったので、まあ、多分最終日にもう1回再入荷してくれるんじゃないかなっていうタイミングで行ったんですけど、まあ、無事入ってたという感じで、うん、まあ、もしかしたらなかったっていう可能性もあったんですけどね、まあ、無事に手に入ってよかったなと思います。はい、というわけで以上になります。レーシングミクちゃんのグッズはこれで全部です。で、最後、こちらですね、ステージクリーナー、こちらに関しましては別の動画でちょっと撮りたいなと思いますので、待っていただければと思います。はい、今年のレーシング、お疲れ様でした。来年の2020のミクちゃんも楽しみだね。はい、で、というわけでレーシングミクちゃんのグッズ紹介させていただきました。紹介したバシーとミクでした。はい、またね。またね。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバシーとミクチャンネルをお願いします。